ングであります。こちらは頑張る日本全国合同委員会総合全国地方議員の会の街頭宣伝隊でございます。私たちはどの政党や団体、宗教団体、こういうものに一切関係がなく、日本国民の一人として立ち上がった草の根総合の大戦隊でございます。日本の危機の中で一人一人が考え、そしてこれからの生まれ育っていく日本の子どもたちのために、私たちは何ができるだろう。良い社会、貧権や腐敗にまみれた日本ではなく、正しいことが正しいと貫かれる、そういった日本社会を国民の手で作っていかなければならない、こういった思いで私たちは今立ち上がって街頭宣伝活動をしております。懐かしいと思わなかったのか。国民から託されて一票を投じられ、祈りと願いを込めていい日本を作ってもらいたい、良い社会を築いてもらいたい、このような国民の真っ当な祈りや願いを無視して、あの一党独裁の国の虐殺者、チベット人虐殺者、胡錦涛の前に膝を屈してツーショット写真を撮ってもらった議員たちは、一生の汚染たちの社会というのは、これまでは世界で最も道義心の高い国民と言われてきました。これを壊したのは一体誰なのか。まさに戦後60数年自民党政府の腐敗と今全く同じ自民党田中派の体質を引き継いだ。口先だけは立派なことを言いながら、足の下は腰の下は貧権と腐敗にまみれた、こういった連中が今なおこの日本の政治を牛耳っている。こういった情けない状態を国民は気がつき始めています。私たちは総合全国地方議員の会頑張れ日本全国行動委員会の凱旋隊であります。今こそ国民が一人一人何ができるか、国会議員からも民主党の中でもこのような危険な外国人地方参政権、そして夫婦別姓法案、こういうものに対しても民主党の中でも反対する議員もいる、動きが出始めている、こういった話も聞いております。やっとそういう連中も民主党の中に出てきたのか。よろしくお願いします。私たちはこれまで、あの小沢一郎外国人地方参政権を必ず実行しますと韓国の政府首脳あるいは民団に約束してきた、こういう連中に対してまず民主党小沢一郎の子分である前に、民主党員である前に、日本の国民であり日本人であり日本の国会議員である、このことをもう一度民主党の国会議員たちに理解してもらいたい、そして決意を固めて自分が日本の国民の側に立つんだ、国を売る法案に対しては民主党員である前にこの法案措置のために体を割るんだ、こういったことをぜひ立ち上がって決意を固め、恐怖を打ち勝ち、恐怖に打ち勝ち、これまでの臆病腰抜けぶりを荒れ抜ける形でこの売国法案を自らの手で自浄作用で葬っていただきたい。私たちはこういう形で毎日毎日雨が降ろうと風が降ろうと風が吹こうと、私たちの
員たちが自浄作用としてこの外国人地方参政権憲法違反憲法15条に違反するこういった法案に対して反対の声を上げることを期待しそして叱咤激励する形で今この街頭宣伝活動を行っています。このような法案を賛成する議員は私たちは